なあ、給料日は最高だな。25万円ゲット。今日は一人だけど4人前のすき焼き鍋にしちゃおっかな。しかも松阪牛で。俺の名前は下田。どこにでもいる普通のサラリーマンだ。ふんふんふん。俺は今金持ちだ。なんでも買っちゃうよ。今日は豪華に牛すき焼き。ネギも肉も豆腐も買ったし、会計しようっと。あ、ジンギスカン味のチョコか。こんなの300円くらいだしな。気になるし、ついでに買っちゃおうっと。あ、これもください。お会計8796円になります。結構使っちゃったな。まあいっか。俺の収入は月25万円。結構いい金額をもらっているのだが、なぜか月末になるとお金がなくてピンチになる。全然贅沢していないのに、なんでだろう。営業は神経使うな。ちょっと休憩していこっと。新作はバナナフラペチーノか。これうまそう。バナナフラペチーノください。ありがとうございます。700円です。飲み物に700円か。高いな。でも1000円以下だし、財布的にはそんなに痛まないな。うーん、うまーい。俺の休日の趣味はショッピング。街に繰り出し服や靴を見るんだ。うほほほ、このバッグめっちゃいい。そのバッグ新作なんです。ほうほう、そうなんですか。かっこいいな。買っちゃおうかな。これください。ありがとうございます。26万円になります。ギギ、26万円。俺の給料なくなっちゃうじゃん。はは、結構高いっすね。リボ払いでしたら月5000円ずつの返済で購入できますよ。へえ。リボ払いってなんすか？お支払い額を毎月自分の好きなように変えられる分割払いみたいな感じです。へえ、便利だな。じゃあリボ払いでお願いします。かしこまりました。高い買い物も分割払いなら余裕で買える。カードって便利だな。下田、明日買い物に付き合ってくれね。いいよ。お前給料日前なのに余裕あるな。あ、給料日？別に貯金あるから買い物はいつでもできるよ。へえ。吉岡は俺と同期だし、給料もさほど変わらないはずだ。それなのに貯金がある？吉岡に貯金があるのに俺にはないのはなぜなんだ。うわあ、このシャツかわいいな。どれどれ。ほんとだ、ストライプがいい感じじゃん。めちゃくちゃかわいい。欲しい。どうしよう、買おうかな。あと値段は1万2000円か。高いな。1万2000円が高い？嘘だろ。服なら2から4万円はするだろう。やっぱ俺諦めるよ。買わないの？じゃあ俺買っちゃうよ。なあ、いいよ、お前に譲るよ。ラッキー、すみません、これください。なるほど、吉岡は徹底的にケチるタイプなんだな。道理で金が貯まるはずだ。これリボで。かしこまりました。金は残していたって、死んだら使えないんだ。だったら今思い切り楽しんだ方がいい。俺はそう思っていたんだけど。なあ下田、一緒に旅行行かないか。旅行？政府のワクワクキャンペーンで2泊3日の旅行が1万5000円で泊まれるんだ。それも4000円のクーポン付きで。
部屋食を2泊も食べて1万円足らずで泊まれるんだよ。そりゃお得だな。あ、行かないの？調子に乗ってリボりまくってたら月11万円も請求されるようになったんだよな。生活費でカツカツで旅行なんて行ってらんないよ。なあ、俺はそんな貧乏旅行は別に興味ないし。そうして旅行を断った俺だったが、その後、下田、これお土産。ありがとう。いや楽しかった、岩手旅行。そうか、一人で行ったのか。いや、ワクワクキャンペーンの話をしたらみんなが行きたいって言い出して、結局男7人女の子8人で旅行したんだ。へえ。来たい人は誰でもおいでって感じだったから、女の子も女の子の友達呼んで大所帯。結局なんか泊まりがけの合コンみたいになったよ。泊まりがけの合コン、随分楽しそうだな。楽しかったよ。それにいい感じになった女の子もいるんだ。今度二人で食事に行く予定。こんな可愛い子が来てたのか。下田も来ればよかったのに。くそ、俺は好きなものを買って好きなように暮らしていたはずなのに、なんでこんなにも惨めなんだ。ただいま。はあ、おかえり。俺、冷蔵庫を開けるとそこには大量の食材が収まっている。みんなついで買いをしていて買ったものだ。中には腐っているものもあった。そうだ、あれもこれも結局食べなかったな。家の中は物で溢れている。俺はこんなにもいらないものを買っていたんだな。結局このストライプのシャツもタグがついたままだ。金がない。なさすぎて涙が出てくる。ついで買い、ちょっと買いを繰り返した俺は、気づけば金がたまらないどころか借金苦にあえいでいる。なんで俺はこんなにバカなんだろう。あのストライプのシャツ売れるかな。ついでに腐った食材たちも。チャンネル登録はもうしましたか？今回のおすすめ動画もよかったら見てみてください。動画の感想もコメント欄でお待ちしております。